にちは、ウェルネスヨガのアリサです。今日はですね、バランスのポーズを含んだヨガをやっていきたいと思います。初めての方とかね、バランスのポーズがねちょっとまだ難しいんですけどっていうね、どうやってやったらいいですかなんていうコメントをよくいただくんですけれども、ヨガはですね2つの反対の力を上手に使っていく、そのバランスがねすごく大事になってきます。下の方にね重力に従ってグーッと根を張っていくような力と、空の方にね花が咲いていく、実がなっていくようなね力と、体の内の方にねぐっと収縮するような、骨をね筋肉がぐっとハグするような力と、外の方にね広がっていくような力と、ヨガのポーズアサナはですね強くて安定、それと同時に力を抜いて優しくというね、この2つのクオリティが一緒になってねバランスよく存在しているっていうようなことをね、少しだけ頭に置いて今日も一緒にヨガをやっていきましょう。では仰向けになって始めていきます。足をマット幅に開いて、膝を左右にねコロンゴロンと動かして、手はお腹の上、膝と膝をね内側に倒してもいいですし、立てたままでもいいです。鼻からみんなで一緒に大きく息を吸って、口から吐き出して、はぁ、それと同時に体がマットの方にぐーっと沈んでいきます。クレンジングブレスです。日常のね忙しい生活から少し距離を置くような、マットの上は自分と自分の体と自分の呼吸のね時間にしていけたらなと思います。鼻から大きく息を吸ったら、お腹がぐーっと膨らんで、手をねぐーっと押していきます。吐く息でお腹がおへその方にぐーっと、お腹がマットの方にぐーっと落ちていきます。ゆっくりと頭を左右に振って、左の膝を胸の方に近づけて、右の膝はね伸ばしていても曲げていてもどちらでもいいです。ちょっと左右に揺らしてね、股関節をほぐしていきます。鼻から息を吸って、鼻から吐いて、左の足の裏を掴んで足の裏を少しだけマッサージしていきます。自分の手でね、足、私たちの体の基盤となる足に少しだけね意識を持っていってあげます。手の指でね足の指をこうやって掴んでね、ぐるぐると回してもいいです。左の人差し指と中指で親指を掴んで空の方に持っていきます。反対のね足、右側は伸ばしていても膝を立てていてもどっちでもいいです。少し左の方にねぐっとと足を持っていって、股関節を広げていきます。息を吸って、息を吐いて、正面に戻ったら今度は右の手をね膝の上に添えて、ぐっと足は伸ばしたまま右に倒していきます。顔は左の方を向いてね、吐く息で左の手がマットの方にゴン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 、ゴロンゴロンと落ちていくように。この今日の最初の部分は本当自分がね、体が気持ちいいと思う風にね、動かしていってください。正面に戻って今度は右の膝を胸に近づけて、鼻から息を吸って、鼻から吐いて、左の膝立てていってもね、伸ばしていってもどっちでもいいです。じゃあ足の裏をね、また手でマッサージしてあげます。バランスのポーズの時の足がねすごく重要になります。特にね足の指の下の山、かかとにねフォーコーナーと呼ばれるねポイントがあります。そこをねちょっと意識をしながら触っていって、鼻から息を吸って、鼻から吐いて、人差し指と中指で親指をつかんで空の方に向けていきます。膝、左の膝は立てていても足を伸ばしていてもどちらもいいです。右の足をぐーっとね右の方に倒していって、股関節を広げていきます。左のね太もも、骨盤がねマットから浮かないように、左の手でね太ももの前を少し支えてもいいですね。正面に戻したら左の手で膝に添えて、
足を左の方に倒していきます。右の手は大きく開いて床の上に置いて、鼻から息を吸って、鼻から吐いて、正面に戻して膝を立ててね、手を頭の上にぐーっと持っていって、ちょっと伸びをして、そしたら手を太ももの後ろに置いて、コロンコロンとね、数回転がって、3回ぐらい転がった後、あぐらをかいたポーズにしたら、ぐーっと前に倒れて、今度はね、背中を伸ばしていきます。骨盤のね、後ろ側も少し伸ばしていって、背骨丸まってもいいです。ぐーっと前に倒れて、正面に戻ったら四つん這いになります。股関節の真下に足、膝が来るように、肩関節の真下に手首が来るように、キャット&カウです。吐く息でおへそを背骨の方にグッとへこませて、手でマットを押しながら肩甲骨を丸めて、吸う息で背骨を少しだけ反らせていきます。お腹の力を抜いて、吐く息で背骨をグッと丸めて、手でマットを押しながら肩甲骨の間にスペースを作って、吸う息でお腹を楽にして背骨を反らせていきます。仙骨、背骨のね、一番下お尻のとこにね、仙骨という平べったい骨があります。そこの部分から背骨がね、波を打つように、なんかそんなイメージをしながら体を動かしていってみてください。吸う息でお腹をマットの方に戻して、足はね、いつも立てて、指を立ててるんだけど、足の甲をつけたい人は足の甲をつけてもいいです。でもね、その時にこのかかとがね、外側にガンって倒れないように、足の甲をマットにグッとつけて、少しね、自分の方にクッと引くような感じ、かかともね、もう膝とね、揃うように。この足が意識できる人はね、足の甲をついてやるのもね、すごくいいと思います。じゃあ次に正面に戻って、ナチュラルなね、背骨に戻したら、お尻をね、吐く息で後ろにかかとにグーッとつけて、吸う息で前に持っていってってね、右から回していきます。じゃあ今度は左からお尻をかかとの方にグーッとつけながら前に持っていって、またお尻をかかとにつけて前に持っていって、この動きでもいいですね。こうやって8の字を作ってもいいです。グーッとね、お尻を前後ろに回しながら、お尻でね、8の字を書いていってもいいです。自分のね、好きな風に動いてみてください。じゃあお尻をかかとにつけて、手を大きく開いて、チャイルドポーズです。おでこをマットにつけて、鼻から息を吸って、鼻から吐いて、右の足を右手の横に置いて、後ろの膝はつけたまま、手は右膝の上に置いて体を起こします。右の大腿骨の骨をね、股関節にグッと引き入れていくような、自分の方にね、引いていくような力を感じて、左の骨盤も前にして、お腹に少しだけ力を感じてから、吸う息で右両手を空、吐く息で肩をリラックスさせて、できる人は右の足を少しだけ前に進めて、お腹の位置変えずに骨盤だけをね、グッと、お腹の力を変えずに骨盤だけをマットに落としていきます。後ろの足リリースしたい人はリリースしてもいいですけど、すね、足の甲をね、マットにグッとつけるように、吐く息で右左手を床、右手を空に上げて、目線は右のね、指先を見て、優しく見ていきます。一回ね、肘を曲げて胸をぐーっとオープンにしてから、右の指先を空の方にね、キラキラーと輝かせていくように、手をマットに戻したら、お尻を引いて、膝の真上に骨盤が来るようにして、体を右足の上に倒していきます。両方の手を足の外側に歩かせて、かかとはね、自分の方にぐっと引く力を感じながら、体を手と手の間に倒していく。手を戻したら、右の足を後ろにして、お尻をかかとにつけて、軽くチャイルドポーズになって、左の足を左手の横に置いて、手は膝の上に置きながら体を起こしていきます。左の足の、ね、骨をね、股関節にグッと引き寄せていくような、入れていくようなね、力を感じて、右の骨盤は前、吸う息で両方の手を頭の上です。
吐く息で肩をリラックスさせて、吸う息でもう一度空の方に指を伸ばしていきます。常にね、左の骨をぐっとね引き寄せていくような、そしてね、恥骨をおへその方に少しだけ近づけて、お腹のね力も少し意識しながら、後ろの足リリースしたい人はすねと足の甲をねぐっとマットの方につけて、骨盤がね前の方にポップしないように、ぐっと出ていかないように、骨盤の上にね軽く肋骨が乗るように、鎖骨はぐっと広くして、右手を床、吸い気で左の手を空に上げて、鼻から軽く息を吸っていきます。目線も左の指先を見て、左の肘を軽く曲げて、ぐっとね肩関節をオープンにオープンにしていって、左のね鎖骨をオープンにしてから指を空に上げて、手を戻したらお尻を後ろに引いて、体を左足の前に倒していきます。膝のね真上に骨盤が来るように、両方の手を左足の外側にして、左足のかかとをね自分の方にぐっと引く力を感じながら、胸と胸の間に胸をごめんなさい胸のねを床の方につけていくように、手を戻して足を後ろにして、一回お尻をね軽くかかとの方につけてから、お尻を空に上げてダウンワードドッグです。手でマットをグッとして、その力をね骨盤の上にグッと引いていくように、膝を軽く曲げてお尻を空の方に突き出したら、かかとをねマットにグッと近づけていくよりも、太ももの後ろをね後ろに後ろに引いていくような感じ、その結果ねかかとがマットにつくかもしれないし、つかないかもしれないし、ゆっくりと足をマットの真ん中に歩かせて、手を自分の方向に歩かせていって、右手をね後ろから回して左の足のすねをつかみます。左手を後ろから回して右足のすねをつかんで、フォーワードフォールドです。お腹を太ももにぐっと近づけるようにして、首の後ろは楽にして、息を吸って息を吐いて、両方の手をリリースして、肘と肘をつかんでね少しだけ休んでもいいです。肘をリリースして背骨をね一つ一つ立ち上げていくように、マットをね足でグッと押しながら体を立てていきます。吸う息で両方の手を頭の上、足でマットをグッと踏みながらね、骨盤の真上に肋骨が乗るように、お腹からね下は足に根が張るように、グッと下の方に降りていくように、お腹から上はね空の方に軽く軽く伸びていくような、2つのね反対の力を感じて、吐く息で手を胸の前です。ではバランスポーズに移りたいと思います。両方の足をねマットにグッとつけて、全部のね自分の体重を左足に乗っけていきます。左の膝はね軽く曲げてください。右のね股関節を楽にして、一回ね膝を胸の方に抱えて、右の足の裏を足首の横、ふくらはぎの横、そして内ももにね置いて、左のね膝を曲げて一回ね地面の方にグッと沈んでいきます。そしたら両方の足をね内側にグッと引き寄せながら、左の足を徐々に徐々に伸ばしていきます。目線はね一つの点をね見つめて、できる人は両方の手頭の上、できる人はね徐々に徐々に目線も空の方に向いていきます。しっかりね足で木の根っこのように根を張ってから空の方に伸びていく。だからで一回沈んでから空の方に伸びていきます。手を戻して足をリリースして、右の膝を胸の方に抱えたら、吸い気で左の手を頭の方に上げて、吐く息で左手左、右の膝を右に持っていって、両方にオープンにしていきます。できる人は左の指先を目で折って、もし足の指をつかみたい人は人差し指と中指で一番最初にねやったように親指をつかんで、かかとから前に蹴り出してから、かかとからぐっと動いていきます。かかとから右にオープンにしていって、左の手は横、かかとから蹴りながらね指で親指を自分の方に引っ張りながら、全部正面に戻して足をリリースします。はあ、吐く息で全部ね体をシェイクして、バランスのポーズはね一回ねそうやって地に足をつけてから
空の方に伸びていきます。右の足に全部体重をかけて1回ね、膝を軽く曲げてバウンスさせて、左の足をね、足首の横、ふくらはぎの横、膝の横はね避けるようにしてください。太ももの横、どれでもね自分の好きな方に置いて、右の膝をぐっと曲げて、ね、右の足をマットの方にぐっと根を張るように、重く重力に逆らわずに行ってから、両方の足をハグしながら右の膝を伸ばしていきます。徐々に徐々に手を空の方に上げていって、目線は自分のね決めた一点を見つめるように。できる人は少しだけ空に目線を上げてもいいですし、少しね後ろの方にぐっと倒れてね、胸を空の方にね輝かせていってもいいです。足をリリースして膝を抱えたら、吸い気で右の手を頭の上に持っていって、吐く息で右手右、左の膝を左にオープンにしていきます。息を吸って、息を吐いて、できる人は目線を右手の指先を見て、やりたい人は同じように人差し指と親指で、人差し指と中指で親指をつかみます。かかとから前の方に蹴り上げてから、足を左に持っていって、手は右、指で親指をね引っ張りながら、かかとからね蹴って、息を吸って、吐く息で全部戻して、足をリリースして、はあ、またシェイク、体をねシェイクシェイクして、はあ、足を骨盤幅に開いて、一回ねタダアセナで呼吸を整えたら、ヒールとヒール等でスクワット、ヨガスクワットになります。足の指先は外側をね向いて大丈夫です。肘を膝の内側に入れて、膝で肘を押しながら、胸をね少しだけ前の方にオープンにしていって、鎖骨のね周りをオープンにしていって、息をはーっと全部吐いてから、骨盤をマットの方に置いていって、左の足をまっすぐにして、右の足を左の足の外側に、できる人は左の膝を曲げて、両方の座骨がマットにつくように、左の手で膝をグッとハグします。足の左のね、あごめんなさい、右の足が浮かないようにね、足の指をマットにつけたままツイストしていきます。右の方にツイストして、首がね一番ね動くので、首からグッと行きがちなんですけれども、そうではなくて、吸い気で空の方に伸びたら、お腹から、できるだけお腹から、そして肋骨がツイストして、吐く息で反対側にカウンターツイストです。正面に戻して、足をリリースして、右足をまっすぐにして、左の足を右足の外側、できる人は右膝を曲げて、両方の座骨がマットにつくようにします。今度は右の手で膝をぐっと抱えて、左のね親指が浮かないように、吸い気で空の方に伸びてから、吐く息でお腹から左の方にツイストしていきます。お腹がツイストして、その次に肋骨がツイストして、首はね一番最後です。またね雑巾のように少しずつ少しずつずぼられていくように、お腹のねとこの背骨から徐々に徐々にツイストしていきます。吐く息で反対側に軽くカウンターツイストです。正面に戻ったら、仰向けにマットに寝ていきます。両方の膝をお腹にぐっと抱えて、20分間ね自分にコミットメントした、自分にね大きいハグをしてあげて、親指と親指をね人差し指と中指と掴んで、足を大きく開いていきます。膝をね伸ばして V の字にして、ハッピーベイビーとはねちょっと違うポーズなんですけれども、まあちょっとハッピーベイビーの変形のようなねポーズですが、左右にゴロンゴロンと揺れていきます。もし足首をつかみたかったら足首でもいいですし、いつものねハッピーベイビーをしたい人は、手を膝の内側から通して、手は小指側から足のね裏をつかんで、膝を90度に曲げて、手でマットの方にグッと押していって、いつものハッピーベイビーをやってください。自分のね好きな、気持ちいいなと思うようなポーズで十分です。じゃあ息を吐いたら、足をマット幅に広げて、手は体の横、手のひらを上にして、
鼻から大きく息を吸って、はあ、口から全部ため息とともに吐き出していきます。もうこの時間はね、何も考えずに体を全部マット床の上にね預けていきます。初心者のねヨガやり始めた時はこのシャバーセナのポーズがね一番難しかったりするんですけれども、もし意識がねどっかこの後何しようかなとか、今日これやらなきゃあれやらなきゃって考え出したら、呼吸にね意識を戻していくようにしてください。呼吸もね力ずくの呼吸じゃなくていいです。絶対ねいつも私たちがしている、もしかしたら浅い呼吸かもしれないんですけれども、それにね少し鼻の先に意識をね戻していくような、少しだけ呼吸に意識をしてみて、鼻から息を大きく吸って、はあ、口から全部吐き出していきます。頭をね左右にゴロンゴロンと動かして、少しだけね体に動きを取り戻していきましょう。足の指先ね、手の指先も動かして、吸う息で手をね頭の上にぐーっと持っていって伸びをしてから、膝を立てて右でも左でもね自分の好きな方に倒れて、少し体のね横側に寝ていきます。もしね、もうマットの上に置いていきたい感情があればね、この吐く息で全部置いて、準備ができた人から体を起こしてあぐらをかいたポーズに戻っていきます。手を胸の前に合わせて、親指をね胸骨というね胸と胸の間にねある骨に少しだけ当てて、吸い気で空の方にぐーっと伸びて、吐く息で自分の頭を自分の心にねどんどん近づけていくようにお辞儀をしていきます。今日も一緒にヨガしてくれてありがとうございました。質問あったらねいつでもください。今日も素敵な日になりますように。バイバイ。